さあ今日はスタジオを飛び出して外に出てまいりましたけれども、新スタジアムも開業間近ということで、今日はですねこの周辺をロケしたいと思っております。今日は素敵なゲストお二人にお越しいただきました。どうぞ。こんにちは。どうも。はい、こんにちは。ということで川上選手と田中選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。川上選手、田中選手をお迎えする今回は、まもなく開業を迎える新スタジアム周辺を探索しちゃいます。準備はいいですか？ゴーゴーゴー。まず3人がやってきたのは、新スタジアムから最も近いと言っても過言ではない空鞘稲尾神社。およそ490年前からこの地に鎮座する由緒正しい神社です。3人も早速お参り。はい、 OK です。田辺選手、何を祈願されました？全タイトルを取れるように祈願しました。全タイトル、はい。田辺選手は、まあ、個人として点を取りたいなっていうのを祈願しました。しっかりと祈願ができたところで、神主の内田さんから2選手へプレゼントが。人にとって大事なその気を上向きに、やる気とか強気とか本気とか、そういう気のお守りがあるので、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。2人がいただいたのがこちら。人々にとって欠かせない気をプラスできるようにという願いが込められたお守りです。気持ち次第だと僕は思ってるんで、こっちも気合い入れて観戦するんで、気合い入れてプレーしてもらったらと思いますので、頑張ってください。ありがとうございます。ございます。無事祈願が終わった2選手、続いてはここからはなんと特別企画でございます。おキックオフ広島バイオ決定戦リアクション薄いです。企画内容何も聞いてないので僕たちは本当にあ、そうですよね。何も打ち合わせも何もしてません。ルールは至ってシンプル。開業まで中に入ることのできないエディオンピースリング広島を一番かっこよく撮影できた人、すなわち映えさせることができた人が優勝です。じゃあ行きますか。行きますかじゃあ早速キックオフ広島、はい、バイオ決定戦スタートです。スタート、スタート。幸先のいいスタートを切ったのは川波選手。まあ、まずは普通のを1枚取っとかないと。順調に撮影を重ねている様子。これ違うな一方その頃、田辺選手は、あの人さん撮ってるんですかね。あ、撮ってる撮ってる。いや、あれは近いっすよ。あれダメ、あれは近すぎる。人にダメ出ししてる余裕なんてあるんですか？あー、いいかも。もう本気でいきますいや、ダメだ全然。なるほど。真剣勝負の結果はスタジオです。こんばんは。こんばんは。キックオフ広島です。いや、小井さん、2選手のね、はい、写真気になりますよね。まあ、気になりますし、はい、まあ、センスがね、うん、試されますよね。そうなんですよね、はい、いろいろ性格も出ますけれどもね、はい、さあということで早速なんですが、うん、誰の写真が一番映えていたのか、はい、SNS での投票に加えてですね、うん、浩二さんにも事前に決めていただきました。何番を選ばれましたでしょうか？はい、僕はもう3番です。3番、はい、こちらですね。もうそんなに迷いはなかったですね。あ、そうですか。簡単でした。はい、はい、いいということで決められましたが、うん、さあ写真撮影したのはですね、明かしましょう、はい、1番がですね、はい、私ですそして2番が川波選手、そして3番が、ね、はい、田辺選手ということになりました。なるほど。ね、結構個性出ますよね。なんか個性というか、まあ、性格は出てるなっていう出てる感じしますね、はい。さあということで、うん、気になる結果なんですが、はい、こうなりました。
はい、ということでキックオフ広島対応決定戦優勝は、はい、棚田選手でした。おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱりそうでしょうね。で3番の写真からということで、あの、特にあの2番川波選手は、多分おそらく斜めからこうね、そうですね、取ってると思うんですけど、はい、もう映えを狙いすぎてますね。あ、ちょっと狙いがバレてしまう、ちょっとバレましたね、そこ感じがしますね。で1番は、はい、1番の私の写真まずないですね。もう一回ちょっとこれです、はい、ベンチがすごい写ってますよね。これ、はい、ないですよね。これはない方がいいですよね。そうですね、基本的には、はい、まあ、でもちょっと未来を見据えるみたいな視点で撮ったんですけれども、ちょっとまあ一番センスなので伝わりにくいですね。、はい、ということで優勝は3番の棚田選手でした。おめでとうございます。おめでとうございます、はい、さあ続いてはサンフレッチェの宮崎キャンプに参りましょう、うん、先週月曜日が初日となりました。この1週間を振り返ります、はい、先週月曜日から始まった宮崎での一時キャンプ、アップを済ませた後に行われたのはいきなり紅白戦、うん、いきなりですもんね、はい、これぞスキッペ流、初日からハードに追い込みました、うん、3日目には初のトレーニングマッチを実施。この試合で躍動したのが今シーズンから加入の新戦力、うん、水戸からレンタルバックした小原が相手ディフェンダー3人をかわしゴールを決めれば、切りありますね、はい、うん、湘南から加入の大橋は45分の出場でハットトリック、うん、期待通りの活躍を見せました。綺麗な形じゃないゴールもありましたけど、最後このとこを狙って、それが自分の良さでもあると思っているので続けていきたいなと思います。おととい行われた金沢とのトレーニングマッチでは負けじとピエロスが奮起。いや、うまいですね、はい、綺麗に巻いて決め切りました。フォワードの争いは今後も激しさを増しそうです。A very good team, competitive team, and I think each player can deserve to play in the first eleven. この試合でも新戦力は輝きました。高校2年生ながらトップ昇格を果たした中島陽太郎、鋭いプレスからマルコスのゴールをアシスト、うん、今シーズンの公式戦デビューは近いかもしれません。1年間戦い抜くための体力作りが目的でもある一時キャンプ、とにかく選手は走って、うん、走って走って、めちゃくちゃ走ってます。いや、 やっぱり大事なんですかね、走り込み。きそうな体して、顔つきですよね。そうですね、うん、でも1時間はやっぱり体力作りがメイン。もちろんそうですね、うん、はい、できますよね、うん、さあサンフレッチェはここから1時キャンプ終盤に向かっていくところなんですが、はい、まあ、とにかくね、怪我には気をつけていただきたいですよね、うん、そうですね、本当に、まあ、この時期のフィジカルトレーニングメニュー中心の、はい、まあ、メニューは本当にきついんですけど、うん、まあ、ここを乗り切ると本当にいいシーズンが、はい、まあ、待っているということを、ね、信じて、うん、まあ、頑張って乗り切ってほしいなと思います。はい、まあ、それにしても本当新戦力加えて、まあ、層がさらに増しましたね。いや、もう本当に誰が出るんだろうなと、うん、誰が開幕のねピッチに立つんだなっていうところはね、はい、うん、楽しみです。非常に楽しみなね、はい、新シーズンまで間もなくということになってきます、はい、一時キャンプは26日までです、うん、今週もご覧いただきありがとうございました。キックオフ広島、また来週です。